安来のカフェで謎ですね。焼き鳥店、お昼に大人気の麺料理だ。意外なお店で絶品麺を発見。これはもう発麺品。安来市広瀬町にあるカフェにお邪魔しているんですけれども、麺料理があるそうですね。まあ、パスタじゃないですか。おしゃれ冷やしうどん。麺ソーリー。何ですか。沖縄そばです。沖縄そば。山あいの。早くわっしょいしてください。進みます。初めて言われたんだな。伸びちゃうから、ね、やましい。食べた瞬間にすごいですね。このカツオのお出汁の香りとお醤油と、本当にシンプルで体に染み渡るような優しい味わいですね。お魚でサイン有名じゃないですか。美味しいし、なのでカツオ節の出汁はね、意外と好かれるんじゃないかな。うん、あーうまい。麺もラーメンよりは太いし、絶妙なね感じですよね。沖縄そばっていうのはカツオ出汁なんですか。うちはおばあちゃんの真似で。おばあちゃんが沖縄。沖縄です。ご自身は沖縄です。山あいの町、安来市広瀬町のカフェ&キッチン鈴風。食事はもちろん、夜はお酒も楽しめます。沖縄から直送されてきた蒸し麺をお店で冷凍、本場の味をそのままにお湯で解凍して、びっくり、でっかい夜間からはおばあちゃんから受け継いだカツオベースの出汁が。そして黒砂糖や醤油で煮込んだ豚バラ肉をどーんと乗せて、安来のカフェにウミンチの風感じる沖縄そばが登場。おやわらか、甘辛い感じのタレがしっかりと染み込んでて美味しいですね。お肉のね、油が溶け込むことによって奥行きが出てきますね。詳しいですね。詳しいですね。こちらに来られたのは、はい、20年ぐらい前です。サインに来て一番びっくりしたのは夏が短い。沖縄は3月ぐらいから11月後半まで夏だ。沖縄が長すぎる。ほぼ夏、こっちが長いっていう。変わってもう一皿は夜だけの特別メニュー。沖縄では定番の沖縄そばを使ったソース焼きそば。あ、美味しそう。さっき見た麺の太さだ。そうですね。すすります。優しい。うん、麺が柔らかいからすごい食べやすいですし、しっかりソースが効いてて、おお、新アイテム、わっていう感じですね。踊りたくなりますね。沖縄なんでね。ちなみに店内では皆さん踊られるんですか。見たことない。安来に沖縄の風が吹く、カフェなのに本場の沖縄そばでわっしょーい。これ食べたい。